ちゃん、な、何してんのこんなとこで。だって、カズヤ君から全然連絡くれないし、自分から来ちゃいました。こんなとこクリに見られたら。カズヤ君、ちょっとこっち。頼む、栗林にはバレないようにしてくれ。私何かミスを。大学に来るのはまずいでしょ、わかるでしょ。でも、いつまでも隠し通せるとは思えませんし。第一、私はレンタル彼女ですよ。栗林さんもどこまで本気かわかりません。そういう問題じゃ。でも、わかりました。お試しでいいって言ったのは私ですし、和也君を困らせたいわけじゃありませんから、もう来ません。よかった。それより、今度の土曜日、一緒に映画見に行きません？恋グマっていう恋愛もの。映画？クリスマスも近いし、冬は恋人の距離が縮まる季節。私たちの季節です。まあ、映画くらいなら。本当ですか？密着度低いし。やったー！あんまくっつかないで。ほらほら、好きでしょ？進展あったら教えろよ。まあ。